森仙会森仙会の処方。森仙会は、新末の政治家、実業家、自由は共存、または、要次へ、業務運動の代表人物、チャンス賞上州出身、出自は、官民族、父の森康氏が、理工章と交友があった関係で、同地9年に理工章の幕僚となった。森仙会は、理工章に、数々の経済発展とインフラ整備を進め、 商船の建造を李工省に提言し、採用、李工省が和船招き商局を設立すると事業を委任され、工所元年には湖北省の石炭、鉄鋼の業務を委託された。工所五年には李工省に電報事業を提言し、工所七年には天津、上海間の電報事業を開始した。この年、大北電信会社と協定した。 まず外国向けの全電文を同社に引き渡すこととし、次に中国の陸上ケーブルは同社が独占することとした。見返りに同社は技術支援と公用電文無料化を申し出た。これはジョン・ペンダー並びにオーロ各国の抗議にあい、新たに独占枠へイースタンエクステンションが食い込んだ。リーと設立した電信管理局は政府機関としての責任を持たずに、 さきのカルテルで国内の利益を貪った。翌8年には、上海から甲州ネーハ、復讐、アモイに、電報線を付設した。さらに、甲衆18年、上海で、花生暴食総省を開いて、暴跡事業を始めた。公二21年、直霊総督権北洋通商大臣、王文章を通して、公衆帝に、 西洋式の学校の設立を兼議し、天津北洋生学学堂が設立された。これは、現在の天津大学の前身である。また、高所22年には、鉄道事業を開始して、上海に南洋工学を創設した。これは、現在の上海交通大学の前身である。同年、上海に中国通商銀行を開いた。高所24年に、浮草すす。 公を創設。これは後に、関陽鉄商、ダイヤ鉄工と合併し、中国発の製鉄コンビナートの関屋標出鉄商、高校誌となった。高所26年、義和団の乱が起こり、清の朝廷が列強に戦線を布告した際に、李公商、長野ほら、劉古に一ら地方の総督は、列強と東南多外保協定を結んで中央の命令を無視、したが、 森旋会がこの取りまとめに当たった。高所31年、中国紅十字会を創設した。高所33年、北京に召し出されて有田部議次郎に任命された。戦闘2年、遠征外が罷免されると代わりに徴用され、翌3年には有田部大臣に任命された。森旋会は、鉄道国有化を行おうとしたが、四川省、広東省、湖北省、湖南省で、 ホロ運動が起こり、同年10月10日の武将記事を招くこととなった。森仙海の鉄道国有化政策が動乱を、招いたとして、罷免されて、日本へ亡命した。中華民国成立後は、上海に戻り、和船招き商局と、関屋標スス鉄商高校士の事業を継続した。ありがとうございます。